濃い赤の州が南部とされているが、赤の州も南部とされることもあり、斜線の州は稀に南部とされることもあるノースカロライナ、州ゴールズボロのウィルバーッズバーベキューでは、焚き木の日でバーベキューを作っている。南部料理は、アメリカ合衆国南部、メリーランド州から、ペンシルベニア州とデラウェア州を隔てる、メイソン・ディックソン線より、南、オハイオ川沿い、 ミズーリ州とオクラホマ州とテキサス州の西から南へ広がる地域の伝統的郷土料理。主にアフリカ系のソウルフード、イングランド料理、スコットランド料理、アイルランド料理、ドイツ料理、フランス料理、ネイティブアメリカ料理の影響を受けている。バージニア州南東部及びノースカロライナ州北西部のタイドウォーター料理、アパラチア料理、ケージャン料理、クレオール料理、 ローカントリー料理、フロリダ州のフロリビアン料理などが南部料理の一例である。近年、南部料理は北部に広がってきており、アメリカ料理の他の分野の発展に影響している。スクワッシュ、トマト、グリッツを含むトウモロコシなど多くの素材及び地下で行うピットバーベキューは角、直東、セミノールなど南東部に住んでいたネイティブアメリカン料理の流れを組んでいる。また砂糖、小麦粉、 牛乳、卵を使用するパンやチーズなど多くのメニューがヨーロッパから来ている。黒木豆、オクラ、ベー、ナス、ゴマ、モロコシ属、メロンおよびスパイスはアフリカを起源としている。南部の朝食はイギリスのフルブレックファストから来ている。ケイジャン料理やクレオール料理の多くはフランス、西アフリカ、カリブ地方、スペインからやや影響を受けている。フロリビアンはより スペイン系で明白にカリーブ地方の影響を受けており、テックスメックス料理はメキシコやネイティブアメリカンの影響を受けている。ビスケットと蜂蜜伝統的南部料理は、フライドチキン、パープルフルピーなどのフィールドピー、コラードグリーンやカラシナやカブの葉や、ポークサラダなどの葉野菜、マッシュドポテト、コーンブレッド、またはコーンポーン、スイートティなどである。またデザートは主に、 スイートポテトパイ、チェスパイ、シューフリーパイ、ピカンパイ、ピーチパイなどのパイのほか、ピーチや、ブラックベリーなどのコブラーなどである。これ以外にもグリッツ、カントリーハム、ハッシュパピー、サカタシュ、ミントジュレップ、チキンフライドステーキ、バターや、ジャムや、蜂蜜や、グレービや、モロコシ蜜をつけて食べるバターミルクビスケット、甘い唐辛子と、チーズから作るピメントチーズ、茹でた、 または焼いた、さつまいも、主にリブのピットバーベキュー、フライドキャットフィッシュ、フライドをグリーントマト、ブレッドプディング、加熱調理した、または漬けた、オクラ、バタービーン、インゲン豆、黒目豆などがある。フライドチキンは海外で食べられる南部料理で最もよく知られている。 イギリスではチキンを焼いたり茹でたりするが、スコットランド人及び近年のスコットランドからの南部への移民は、ディープフライするのが伝統であった。またバージニアハムに代表されるポークも重要であり、メリーランド州南部には、スタッフードハムがある。ホリデーの集まりで食される伝統的、豚肉バーベキューは、バージニア州やサウス及びノースカロライナ州では、ピックピッキンと呼ばれている。 サヤインゲンは、ベーコンや塩漬け豚肉と調理され、朝食においてビスケットは、ハムと共に出されることが多い。レッドアイグレービやグレービーソースと共に出されるハムは、ディナーの定番メニューである。肉なしで野菜のみの食事は、南部の伝統的食事ではなく、料理の過程で肉、または肉製品を使用することがある。白豆、または茶豆と葉物を混ぜた。 ビーンズグリーンズは南部で最も人気のあるメニューである。株の葉に菜の目切りにした株と豚の背脂を混ぜる。ビーンズコーンブレッドはインゲン豆とハム、またはベーコンを煮込み、コーンブレッドを添え、付け合わせにコラードや株の葉が添えられることもある。南部料理といえば、このフロリダパンハンドルのレストランの看板を思い出す。 アメリカ人も多いフライドチキン南部料理を提供するチェーン店は全米に広がっているが、その一部は南部のみで営業している。ピットバーベキューは南部のどこでも人気であり、平基地でさえも地元運営のバーベキュー場があることが多い。また南部では家族経営のレストランが多く存在している。南部料理のレストランには庶民的なイメージがあるが、中には高級志向のレストランもある。 南部料理を提供する主なレストランは、クラッカーバレル、ケンタッキーフライドチキン、ワッフルハウス、ボジャングルズフェイマスチキンビスケット、チキンエクスプレス、チャーチズチキン、ミセスウィナーズ、ソニーズ、チューダーズビスケットワールド、ポパイズルイジアナキッチンなどがある。地域によって様々な南部料理がある。オクラホマ州には、コーンブレッドビーンズや朝食メニューのビスケットグレービーなど、 グレインや豆をベースにしたメニューが多い。ミシシッピ州には養殖なまズが盛んで、州内には老舗の魚場が多い。アーカンソー州は全米最大の米生産地であり、またなまズやポークバーベキューも有名である。テネシー州はカントリーハムで有名で、メンフィスには多数の著名なバーベキューレストランがあり、5月にはバーベキューコンテストも開催される。メリーランド州は 青いソフトシェルクラブおよびスミスアイランドケーキで有名である。フロリダ州はキーライムパイおよびスワンプキャベッジの本場であり、またオレンジジュースもよく知られた飲み物である。ジョージア州は桃、ピカン、ピーナツ、ビダリアオニオンで知られている。アパラチア山脈地域はネギ科の作物やベリーが豊富である。ケンタッキー州はバーグーやビアチーズが有名である。テキサス州は バーベキューやチリ、テックスメックスと呼ばれる、地域色豊かなメキシコ料理を特色としている。ジョージア州、ブランズウィック起源のブランズウィックステューも人気がある。一般的に南部でも北の方は、特に、ポーク、インゲン豆、ウイスキーを特色とし、南の海岸沿いでは、エビやカニなどのシーフード、ベー、グリッツを特色としている。テキサス州やオクラホマ州など、 南部の西の方はより牛肉を、東の方はより豚肉を使う傾向にある。クレオール料理の定番ルイジアナ州南部では、東のニューオーリンズを中心にルイジアナクレオール料理、西のアケディアナを中心にケージャン料理が発展した。どちらも伝統的フランス料理の影響を受け、米をよく使用している。またどちらもクレイフィッシュと呼ばれるザリガニ、カニ、カキ、エビ、 魚など海岸に自然生息するものを素材としている。これらのシーフードは現在でもこの地域の様々な料理に使用されている。イチジクプラム、ブドウなどの果物もこの地域で生産されている。またピカンやピーナッツは自生しており、プロテインとして摂取される。ケージャン料理ケージャン料理はカナダのアカディアからの影響を受けている。大家族にとって、 食物の傘を増すことができる米は主要な食材となった。現在でも米の上に料理を乗せて供される。トウモロコシ粉も主要な食材である。アカディアの家庭ではオクラなどの野菜をガンボなど多くのケージャン料理に使用している。南部ではオクラをフライヤーピクルスにしていただく。ルイジアナクレオール料理スペイン料理を起源とするジャンバラやパエリアまたは 西アフリカのジョロフライスのルイジアナ版。ルイジアナ州南東部は、フランス、スペイン、西アフリカ、ラテンアメリカの影響をより強く受けている。この地域では、フランスとの貿易を主に言っており、19世紀までに、フランスの伝統料理が融合していった。長らく良質なレストランが豊富なことで知られる、ニューオリンズはより多くのメニューの発展を受け入れてきた。 1979年、ケージャン料理のシェフである、ポール・プルドームが、ケージャン料理の影響を受けた伝統的な、クレオール料理のレストランを開業し人気となった。サウスカロライナ州、ノースカロライナ州の海岸地域である、ローカントリー、バージニア州、ジョージア州では魚、エビ、カキなどの海産物のほか、ベーやオクラなどを使用した、同じメニューを持っている。 また、クレオール料理やケージャン料理とも類似している。アクロでの移動距離が長かった初期の移民の多くは、地元の食材を使用するしかなかった。農民にとって、豚と鶏は主要な肉であり、多くの農民は、ハム、ベーコン、ソーセージなどを作るための自身の燻製小屋を所有していた。魚、ザリガニなどシーフードは近代まで食されなかった。 しかしアパラチアでは鹿やリスなど様々なジビエが通常使用されあまり遠くに行かずにまかなわれた。19世紀後期になると小麦粉やベーキングパウダー、ベーキングソーダが使用されるようになりバターミルクビスケットが人気となった。バージニア州ソルトビルから塩が取れるようになったが胡椒が使用されるようになるまで香辛料はあまり使われていなかった。多くの女性たちが スパイスブッシュなど地元の植物を香辛料として植えていた。南北戦争や第二次世界大戦などコーヒーが自由に飲めなかった頃、チコリーを栽培、または近隣から採取してコーヒーのようにして飲んでいた。甘味料としてはインゲン豆や蜂蜜が主に使用されており、南部の海岸地域で使用されていた糖蜜はあまり使用されていなかった。近年の朝食では、 南部やアパラチア地方の移民にとってバターミルクビスケットとソーセージグレービーが主流である。ソーセージやベーコンのフライからポークとリッピングは油をひいた鉄鍋でグレービーを作るのに使用される。チキンダンプリングやフライドチキンは人々に愛されている。トウモロコシはアパラチア地方の主要な穀物となるためコーンブレッド、コーンポーン、コミニーグリッツ、マッシュ、 コーンブレッドプリング、コミニースチューは一般的に食されている。この地方で人気の果物はリンゴ、梨、ベリーである。甘いリンゴ揚げは副菜として一般的である。メープルシロップ、メープルシュガーは砂糖カエデが生息する標高の高い場所で作られることが多い。アミガソタケ属、ワケニやリーキなども収穫される。 アパラチア地方では根菜をテーマにしたフェスティバルが開催されることがある。自家製缶詰はここでは長らく一般的である。乾燥インゲン豆は陶器にハム入りのスープビーンズを作るのに重宝する。サヤインゲン、シェリー豆などの缶詰がある。種類の豊富な西洋梨、リンゴはペアバターやアップルバターを作るのに使用される。また人気なのはブレッドバターピクルズ。 カラシナーゲのスワエ、テーブルビートのピクルス、蝶々、コーンケチャップなどである。トマトは数多く缶詰にされ、フライドグリーントマトがよく作られる。ソーセージグレービ、トマトグレービのほか、トマトで濃くしたルーはとても人気である。ポーポー、ブラックベリー、柿など様々な野生の果物も一般的である。ありがとうございます。